ロレンツオ・コスタのイセ,セバスティアヌス。ウフィツ美術館所蔵。ロレンツオ・コスタはイタリアのルネサンス期の画家。フェラーラに生まれたが20代の初め頃までにはボローニャに移っていた。多くの画家が両方の都市の近郊で働いていて他の画家たちはコスタのことをフェラーラ派だとみなしていた。コズメ・トゥーラのところで修行したという説もある。1483年に コスタは、聖母子と共にあるベンティボーリオ家他のフレスコ画を、サンジャコモ・マジョーレのベンティボーリオ礼拝堂の壁に描くと、引き続き多数の作品を制作した。コスモは、フランチェスコ・フランチャとは、親友で、ライボリーニの影響を強く受けた。1509年、コスタは、マントバに行き、そこで、フランチェスコ・ニセイ・ゴンザーガというパトロンを見つけた。コスタは死ぬまでその地に留まった。 彼の息子イッポリトとジローラモ、さらにジローラモの息子のショーロレンツォも和歌になった。コスタの仲間あるいは弟子たちには、コズメトゥーラードッソドッシルドビコ・マッツオリーノ、さらにニッコロ・ピサーノといった人々がいた。ありがとうございます。